そしてこのようにぐるっと一周が出来上がりました。で、ここのつなぎ目の部分なんですが、ここはちょっと大切で、今始めたところが寝ていますので、これをちょっとこう起こしていただきまして、この中にも差し込んでいきたいと思います。で、ちょっともみがありましたので、もみを中に、差し込みまして、この、植物を巻き込まないようにしまして、ぐるっと回して、そうしますともみもみで終わってしまうので、ちょっとこの間にもう一つ、ヒムロスギを入れておきたいと思います。で、この、後ろ側に留め方なんですが、後ろ側にしていただき、本当は先ほどここに10センチぐらい出しておいたものが残ってないといけないのですが、中に入り込んでしまいましたので、今少しここを5センチぐらい長めにして出しておきます。で、大切なことは、壁にかけたとき、または扉にかけたときなんですが、ワイヤーの切り口がこちらの後ろ側に出ていますと、取り外したときに傷がついてしまいますので、できましたらこのワイヤーの結び目とか、ゴツゴツしているところについては横側とか上側に切り口が来るように持ってきておいていただくといいと思います。ちょっと片側だけになってしまいましたので、ここに木が出てましたので 2,3 周かけまして、前の方に折り曲げておきまして、後ろには切り口が出ないようにしておきました。で、前にしていただきますと、まあどこを上にしようかなということなんですが、大切なこととしまして、リースはこのように縦に下がっていきますので、ここの内側にも植物が生えてた方がいいと思いますので、もしこの時点で入ってないなと思いましたらば、こういったものにですね、糊をつけていただいて、同じ方向になるようにこの中にこう入れ込んでおいていただければ、よろしいんではないかと思います。で、まずここまでできましたらば、今度は、飾りをつけていこうと思いますが、まずはじめに下げ手をつけたいと思います。私はここにご用意しましたのは紙巻きワイヤーといいまして、ワイヤーに紙が巻いてあるものですが、このほか麻ひもでも折りボンでも何でもいいと思います。上を、決めていただきます。まあ、大概あの巻き始めのところが上になるかなとは思うんですが、お好きなところでよろしいかと思います。で、オーナメントをつけるときにも、ちょっとこう起こしながら、この中側、内側を意識しながらオーナメントを貼り付けていただくと良いかと思います。で、オーナメントを急に、してもないわっていう場合には、例えばフェルトをカットしていただいてオーナメントを作っていただいてもいいですし、あと、松笠とかリンゴとか、そしてこちらにご用意してあるのは、まあ、赤いリボンに、そして、ベルをつけておきました。まあ、ベルが、ついてますと、あの迷える子羊さんこちらへという案内のためのベルですので、ベルもあるといいかなと思います。で、ベル上におリボンと一緒にくっつけてもいいですし、上でも下でもいいと思うんですね。お好きなところにつけていただきます。で、ワイヤーつけてありますので、ワイヤーで結びつけてみたいと思います。で、この時も、ワイヤーの結び目というのは真後ろに来ないように、上の方に来るように、または 横か、真後ろに来ないように、注意しながらつけていっていただくと良いかと思います。で、おリボンがつきまして、そしてバランス見て貼り付けていきたいと思いますが、急に、オーナメントを買いに行けないわという場合には、例えばこれは毛糸の原毛なんですが、まあ、こういったものでなくても毛糸でも構いませんので、またはフェルトの元でもいいですし、何かこう毛糸をこう丸めていただいて、丸いのを作っていただき、こういったものを貼り付けていっていただいてもいいと思います。または、先ほど、切りました木の、この木の、細いところを、このように木と木をクロスさせまして、ワイヤーで留めたもので自然のオーナメントを作りまして、この中にこう貼り付けていただいてもいいと思います。で、こちらは生花用の糊なんですが、まあ、生花用の糊を使ってもいいですし、ワイヤーでくくりつけてもいいと思います。まず大きいものからいきたいと思いますので、今日はちょっとサンタクロースの飾りがありましたので、この棒の中にグルーをつけまして、中に差し込みます。そうしますと落ちないでいいと思いますので、この時に置いて作りますと上の面しか、飾りがつかないんですけれど、ちょっと起こしていただくと中が内側、この内側にもね、つくというのと、横にもつくかと思いますので、ちょっと起こしながら作っていって
つけてっていただくといいと思います。で、まあ成功しやすいつけ方としては、同じ種類のものはグルーピングというかちょっと近くに置いといていただくと、成功しやすいかなと思います。まあ、バラバラに入れてもいいんですが、目がこうそちらの方にバラバラっといってしまいますので、これはフェイク、偽物のリンゴですが、本物の姫リンゴを使っていただいても、良いかと思います。このようにして、生花用の糊で、貼り込んでいきます。そしてフェルトを切ったトナカイさんを、ちょっと足に糊をつけまして、この中に貼り込んでいきまして、そしてフェルトの、フェルトではなく、糸です、糸ではなくて毛糸を丸めた玉をですね、この中に、ですので何がないとできないということではなく、お近くにあるものを使いまして、このクリスマスの香り、木の香りを楽しんで、お家で楽しいクリスマスを過ごしていただけたらと思います。